苦しい時こそ選手たちの笑顔で癒されましょう。こんな面白い場面をモモスポは見た。試合前にこんなバトルが勃発。真面目な写真を撮りたい西田広報対ふざけないと気が済まない甲斐野投手。じゃあ、いいね絶対に譲れない根気比べが続きます。だね、これがおかしいじゃないよ、普通やん。ちょっといいかもしれない、普通に笑って。もういらんねん、あかんあかんわ、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 お笑いやんけ、お前全然進まん、別にええやないし。対決は甲斐野投手が完全勝利。やられてるか。何やらじゃれ合う2歳差の中継ぎコンビ、こちらも揉め事。すると武田投手がモモスポカメラをチラリ。なんであれ撮ってんの、なんでよくない。見つかったとばかりに急に田浦投手をめでまくる津森投手。高野投手陣はいつ見てもお茶目なんですよ。この席いいっすね。ここってファール来ても余計でそう。練習前、客席でファンになりきる栗原選手。声って聞こえるもんですか。聞こえますよ。聞こえますよ。しかも外野とかやばくない。打てかったりしたら守りたくないですしっかり取れよ、ワギャラ。何ですか。ワギャラ。はい、打てよ。お客。客。もうそんな撮ってても面白いことなんて一つもないっす。十分面白い。いやいや、いやもう十分面白かったですからね。ただね、この栗原選手といえばね、左膝の怪我の回復がね気になっていると思いますよね。この一軍復帰に燃える男たちも共にですね、筑後で汗を流していますよ。どうぞ。今日の筑後は気温37度。そんな暑さに負けず汗を流すのは左膝の違和感でリハビリを続ける栗原。今日はリハビリ組に合流後初めてとなる本格的な打撃練習。軽快な動きで鋭い打球を連発していました。早ければ来週の木曜日にも一軍合流の予定です。一方こちらは短髪もお似合いなルーキー大津。右手中指のマメが可能していましたが、昨日からブルペンでのピッチングを再開。日曜日に行われる2軍戦に登板する予定です。